げえ、これ始まってんの。こんばんは。ベンベン、アロンナイトチューブ。はい、ということでね、今日もやっていこうと思います。イエーイ、イエーイ、イエーイ、始まったー。よー、大統領、大統領、見てっか、ちゃんとブスども、ブスども、見てっか、やめてくれ、ブス。あ、コメントバンバンやろよ、ほんと。なあ、こんな元気なことある。なあ、最初に言い越したから。はい、乾杯。イエイ、いただき。すげえコメント来てんじゃん。最初からひどいねって、ほら。誰がひどいって言ってんの、ほんと。たまにはね、やっぱ元気になるんで、この時間からね、元気になるのなかなか難しいからね。元気なの難しいやん。ね、ほんと。ちょっと一言言っていい、うん、やる気元気、椿。おい、自己紹介すんじゃねえよ、最近。おい、めっちゃいいな、おい。めっちゃやろ。あとからやるじゃねえよ。ワイルドだぜ。ビビるマジで、じゃあちょっと、やる気スイッチって誰、やる気スイッチ。あ、僕がロマンスで一番かっこいい友也です。お願いします。椿でーす。君のやる気スイッチどこにある？ここ。僕のやる気スイッチここ。はーい、はーい、羊です。このテンションの上げ方の難しさね。羊です。まあ、とりあえず飲んでればね、少しずつ元気になるんで、うん、まあね、やっていこうかなと思うんだけど。先生もヤマピーもどきって言われてるよ、椿さんが。俺がヤマピーかな。俺じゃねえだろ、これ絶対俺じゃねえだろ、ほんと。確実に違う人と間違えられてる。俺かな。いや、それも多分違うと、俺でもないと思うんだよね。NG コメントです。何これ、なさあ。何で NG？ NG って何？すげえ喧嘩腰来てんの、じゃあ。チンコか、マンコか、ハゲか、死ねか、どれか。ハゲダメなんだ。ハゲダメだ。ハゲはダメなの？いや、傷つくからね、社会の人々はハゲで。なんか、トムヤ色黒くないみたいなの俺結構傷つくけどね。それも NG コメントできないの？実際黒いじゃねえかよ。ハゲって入れられてる。黒い。ハゲできるよ。いや、それ、英語にしてっからね、ローマ字にしてっからだよ。あ、そうなの？ハゲってねえし。トムヤ先生。最近ね、なんかやすやすとね、俺の本名ここに書くやついるけどね。やめて。本名でーす。本名言っていいのかな。国に大統領。そうだそうだ。はい、じゃあね、今日のテーマは今日のテーマはダダンダダン。テーマとか初めてだけど、スーパー無茶ぶりだな、これ。今日のテーマはどうしますか。ドルル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 だ。ああ、それは一発やりたくなる女とは違う、ね、違うことでね、うん、やりたい女とは違うってことでしょ。うん、まあ違うかな。じゃあ後でその一発やりたい女でもいいけど、愛したくなる女。誰、ツバキングイってやったやつ。ツバキングイ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 よしかいグイグイグイ。はい、マジこいつ許さねえかんな、89番お前。覚えとけお前、絶対89番だから分かんの、自分で。わかるわかる。あとで調べるかんな、マジで。そうなの。全部184だけどね。全部あ、これ同じやつやの。いや、あのね、あ、打ってる人だって。わからないように。愛したくなる女性。愛したくなる女性。どっちから行く？船長から。船長から。船長、船長、うちの方がいい。いや、そういうの考える。愛したくなる女性。うん、愛したくなる女性。まあね、ほど遠いけどね、この業界から。そうだね。いや、そうだなぁ。俺、じゃあ俺から行こうか。うん、ええよ。愛したくなる。すげえ俺で考えていくけどね、船長が言ってる間。愛したくなるか。そうだ。でもやっぱり、何かしら嫉妬しない人。え、嫉妬しない人？嫉妬か。でも多少の嫉妬はスパイスだと思うんだよね。そこね、ちょっと大事やね。嫉妬ないとしんどいよね。かっこいいよね、たまにスパイスとか使ってくる人ね。ヤブカラスティックみたいなね。そうそうそう。ヤブカラスティックとスパイスはだいぶ違うけどね。いや、でもやっぱりなんか頑張ってる人って素晴らしいよね、輝かしいよね。今日ね、まあみんな大体分かってると思う、俺ツイキャスやってるんだけど、今日来る前にちょっとね、配信して、はい、みんな頑張ってくれよと、俺のために、うん、頑張ってくれと。まあ1日5本はちょっと下のお口で言ってほしいなって話をしてたんだけど、いや、それは辛すぎると、甘えたことをおっしゃってる方が多いんですよ。なーに、やっちまったな。だから、まあ、そういうことに対してでなくても、まあ、その何にしてもやっぱ頑張ってる女性が僕は好きですからね。あ、頑張ってるね、一生懸命な人はかっこいいと、うん、そう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 、汗水は、ね、流して働けと。はい、俺はお店に来てくれれば愛しますけどね。ホスト、答え出ましたね。答え出た。まあね、でもまあね、難しいよね、でも。うん、今日テンション高いな。はい、滑った。ともやくんかっこいいよ。ともやかっこいいって言え。おい、椿どうした。椿どうした。椿どうした。お前に言ってんだぞ、お前今コメントしようって。お前に言ってんだからな。聞いとけ、ちゃんと言ってやるよ。
コメントから安いもんだろマジ。通信料だよ通信料。二階堂に似てる。出た。お前それ言われっかんな。初回5択来たらなお前3択に言われっかんなマジで。高いねテンション。いつもこんなテンションじゃないの。いやここね、このテンションじゃないの。ここはあそこまで上がらない。すごいね。上がる上がる。え、で結局自分のメガネは雰囲気だけだな。おい雰囲気大事だかんな一番。俺って椿さんのこう悪口拾うよ全部。お前やめとけよお前それ潰し合いかよ。まあね、好きなね、愛したい女性はね普通にね、うん、嘘つかない、うん、お家庭的おね、うん、別に男を立てなくてもいいんだけども、うん、ある程度のね、うん、配慮があった方がいいかな。真面目に。すげえ真面目なやつ来たね。真面目に、うん、そうなんだ。W とかちょっと本当にね、本当にね、マジでね、お味噌汁飲みたいから誰か家で作ってほしい。あでもお味噌汁はね、お味噌汁飲みたい。俺気遣いできる人がいいかな。女の人のお味噌汁なんか脱いだ服とか、ね、なんか畳んでくれる人、勝手にさりげなく。わかるわかる。もうその時点で家にいるけどね。朝起きたら相手の目覚まし時計じゃなくて布団でもぞもぞされて、うん、なんか、うん、あ、なんだろうと思ったら、お、しゃぶってんじゃねえかみたいな感じでしょ。違うの？え、違うの？俺、ちょっと下ネタ対応できないです、ゆいさん。やめろよ、ほんと。それ気遣いじゃねえし、大地は。逆にこっちが気遣ってしまうやつだわ。つばき汁ってなんだよ。汚ねえ風に。なめこ汁みたいな。私ですねってなんだよ、しかも。誰だよ。アピールな、アピールの仕方な。うわ、なめんこ、夢です。自分でやれや。凍りついた気持ち悪い。カッチカチやで。え、じゃあ逆にでもないけど、まあ愛したいっていうのは結構人それぞれだけど、うん、これ一発泣きたいなみたいな。一発ね、うん、とりあえず顔でしょ。顔ソフトだね。でもそうだね、一発やりたいかやりたくないかでしょ、うん、そこのラインでしょ。そうどうしたいか一発やりたいかみたいな、うん、顔でしょ。顔、店長は顔と脇かな。脇、うん、脇脇ヘチってすげえ言うよね。いや脇大事でしょ。いやマジでずっと言ってるよね。だってさ、そもそもじゃあ分かった分かった、もうどんなにすげえ、じゃあもう本当に何、北川景子、じゃあ北川景子来ましたみたいな、うん、トモヤメガネ取ってた。あ、トモヤ俺じゃん。脇ヘチってねえわお前。ほんとざけんなほんと、4ピーだろほんと。書いておるな、ここに。で、なんかそのとりあえず北川景子が来たとしても、うん、やろうと思ってこう腕を上げた時に毛が生えてたら嫌でしょ。まあ、北川景子だったら許せるけど、いや堀北真希でもいいよ。堀北真希でも、そしたら俺抜いてあげちゃう。俺が抜きよみたいな。堀北真希そんな可愛い？いや可愛いから。いや可愛いでしょ。俺の元カノバカにすんなマジ。おいおいおい、夢の中で、夢の中で。内緒な。指名もらってましたもんね。うん、昔な。すぐに会えるよ夢の中で。ありがとう。それ立てんだから。怒られちゃう、怒られちゃう。おっとおっとおっと、ごめんごめん。ああ。脇か。バキ大事だね。トモヤ、ハト取ってよ。おだよ、俺じゃねえよ。お前、ふざけんなよ。両ペンだろ、マジで。そのくだり長い。トモヤ、室内で帽子取るよ。知ってんだかんな、誰が帰ってっか、マジで。おーい。じゃあ、で、抱きたいタイプはなんだろうね。俺、細い子がいい。あー、まあまあまあ。愛嬌のある子だよね。あ、ブスでも内面行くね、結構。ブスでも何でちょっと好感度上げようとしてんの。ずるくないなんか、さっきから。好感度じゃん。僕、昔、風俗で。友や、ジャケット取って。ちょ、待って、俺、みんなジャケット取ってから、ほんと。俺、昔、10代の頃、うん、風俗すげえ好きだったんだけど、そのね、あのね、めっちゃ可愛くても、接客が、なんか、おろそかだったり、ちょっとね、何これみたいな。雰囲気大事だね、雰囲気大事だね、そうやるときって。思う子はちょっと無理かな。抱きたいと思う。まあ、女は愛嬌って言うしね。そうそう、ね、ちょっとブスでもね、ぽっちゃりしてても、うん、一生懸命だ、さっき言った一生懸命だったり、うん、まあ、愛嬌のある子だったら全然いい。むしろなんかその、うん、抜くだけって考えたらちょっとブサイクぐらいの方がいいんだけど。え、なんかもうゴミみたいな。ちょっとさ、なんか変わってるね、絶対。違う、なんか可愛い子とか綺麗な子は大事にしなきゃいけない。ブスだから大事にしないっていうわけではないんだけれども、うん、なんかちょっとね、ケツとか叩いても怒らなそうじゃん。スパンキング。オープニング忘れてたわ。オープニングって何。オープニングってオープニングあるんですよ。じゃあね、 OP で OP、開始だいぶ経ちましたけど、はい、じゃあ書いてでしょう。オープニングどうぞ。はい、
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ベンベンハローナイチューブ。カイトさんファン多いんだね。88って何？88これね、パチ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 ってこと？恥ずかしいよ今パチパチ。皆さんもね、ここでね、 8はね、パチパチ、 W はね、わらわらみたいな、笑いみたいな感じ。なるほどね。ロマンス働きたい。働いてください。求人。あ、そうだ、求人ですけど。そう、今日求人がね、メインだからね。そう、求人がメインらしい、どうやら、うん、そうね、まあうちでも最近スタッフめっちゃ潤ってない？気のせい？潤ってるね。潤ってるけど、忙しいから、うん、トメ22歳うん、足りなくなることが多いんですよ。なんで、まあ、ちょっとね、よかったね、本当にぜひぜひ、求人募集してるんで、うん、遊びに来てくださいよ。遊びにではないか、働きに来てくださいよ、うん、人手不足たまにね、なんかその終盤めっちゃ込みで、ね、まあ忙しいからね、わりかしね、そうそうそう、まあね、まあ、ここだけの話でもないんだけど、まあ、ここだけの話なんだけど、うん、なんかさ、ヘルプついてるじゃん、うん、で、まあ、みんなついてるじゃん、うん、で、まあ、なんかお願いしたいぞと、うん、パッて見るじゃん。なんか自分よりすげえ目上の人しかいないときすげえ頼みづらいよね。ああそれはない。俺すげえ気使うんだよ、そういうとこ。なんかいやーどうしようかなーみたいな。意外とね、結構気使うかもしれない。もうそういうときはよ大統領って言っていけばいい。よ大統領。そう、誰も来ねえだろそれ。賛成っつってまあまあ結局言うんだけどなんかちょっとね、なんかんかしこまりみたいな。まあ別にそれ多分俺が多分気遣いなだけなんだけど、うん、そういうことがあるからちょっとやっぱね、人がね、もうちょっと欲しいなと。気遣い、うん、かっこつけしいみたいな。トモヤさん、縛ってみたいっておかしくね。縛ってみたい。つばきくん、給料泥棒。金使ってからいいやな。金使ってからいいやな。つばきくん、給料泥棒。俺働いてるよ、ちゃんと。何よお前マジで。おこですよ。金使ってからいいよ。このライン、待って、このラインさ、こっちほら、書いたの送られてこないからね、一個も。意味あんのこれ。男装女子あり。男装女子、いや、ないっす、それ。男性、なんかでもそういうホストできたらしいね、なんか女の子が男装して、やるホストみたいな。できたら、需要あんのかなって話だけど。採用不採用ありますよ。まあ、どの道ね、チンチンついてないからね。うん。結果はね、チンチンついてないから、恋しても。いや、俺も今日 LINE 来てないな。こんな来てんだよ、でも書いた、いつも。いや、でもいつも 1,2 件とかだよ。でも今日 1,2 件も来てないでしょ。そう来てない。サボってんなお前ら、ほんと LINE しろ LINE で。俺の方に LINE して、俺の方に。いやいや俺でしょ。ちょっといいけど、どっちに来るか勝負しよう。いいよ。採用不採用、まあまあ、あのね、まあ、たまに不採用もある。あるね、でもたまに顔、まあ、顔もなんか本当にね、なんて言うんだろうね、世界の終わりみたいな顔してなければ、まあある程度ね、可能性もありますし、まあ、なんて言うんだろうね、人間であれば、人間であればっていうの言い方ひどいけど、ある程度な、うん、ある程度ね、ある程度ね、普通の一般社会の、そうですね、社会人として、普通の人であれば、まあ、社会人として、ね、まあ、業務をそつなくこなせそうであれば、採用するのではないでしょうか。うん、世界の終わりってそっちの世界の終わりじゃないからね、マジで。アーティストの方じゃないから、ね、そりゃ僕隅渡り。そっちね、そっち拾われると思わなかった。 LINE したら得点は、別に得点はないけどね。ん、うん、別に LINE 来なくてもいいから飲み来てもらったらね、いいよね。 LINE ですか。僕はまあツイキャスでもずっと言ってる、まあニコニコでも言ってるんですけど、2週間以内飲み来る人だったら LINE 送ってもいいです、僕に。うん、だから初回はそんな格好だって言ってね。じゃあ俺2日以内。おいおい、かっこいいね。俺は3週間まで大丈夫。おい広いね。でもこれ全然いいこと聞かねえから、2週間以内勝ち虫で送ってくるからね。困るね。来月行きますみたいな、うん、来月とかね、もうお前の名前覚えてねえから。今日ホテル行こう。椿、椿だよ、俺じゃねえのかよ。どこのホテルがいい？バリアン？パシャ？ああ早く送ってこいや。ロマンスでトモよりかっこいい人いるな。すげえ上げられてるな。どうだろうね。どうだろうね。どうだろうね。同じレベルで戦ってるよね、世界は。拾え。やべえ。どうしよう。いいけど、キャラが。だって、つばきの内容ダサいって何？つばきくんが働けるなら誰でも平気だよね。
ダサいってなって。おめえ分かってっかんな、誰が帰ってっかマジで。はい、ということでね、じゃあここら辺で一旦 CM 入れようと思います。お、すごいな、もう CM。 イエー。自分を変えたいすべての人へ、さあ、フェイトへおいでよ。わかるか、早く。今日ちょっと会いたいな。よろこぼ。どうもー、カエルです。こんにちは。あ、カエルさんだ。おい、やめろやめろ。せい。はい、待ったぜ。すいません、うちの椿がなってしまいましたね、完全にね、これね。はい、ということでね、ロマンス面接行きます、待ってます。はい、はい、ガテン系でもいいよ。ガテン系かかってこい、うん。かかってこられたらね、僕死んじゃいますけどね。カイト遅いからね。大体脱臼するけどね。カイトを倒してから行け。おーい、風速 2m とかで曲げるからね。はい、ということでね、じゃあお話ししていきましょう。ちょっとね、あと何分あるんだろうね。ねえ、何時までなの？お腹すいたよ。妖怪ウォッチ見てる。もうそろそろじゃない？もうちっち。今何時？仲間が大事。あ、もうかぶったかぶったわ。おいおいおい、お前が大事。かっこいいね。893って何？ヤクザ。まあ、多分ね、あとね、20分ぐらいきっと残ってるんじゃないかなと。あと15分くらい。そうだね、じゃああと15分くらいだね。あと15分くらいだって。カイト、卓球しようぜ。なんで卓球しようぜ。さっき俺、トモヤです、野球しようぜ。誰？いいっさなー。俺、サッカー部だけどな、思いっきり。何部だった？俺、バスケ。お、かっこいい。お、みんな違う、カイトは？うん。弓道。弓道。これのこれ、これのこれ、パンだよ。これのこれでしょ。女の弓ね、ハートをね、狙い撃ちみたいな。大体当たらないけどね。選手バスケしようぜ来てるよ。トムヤ何部？サッカー部っつってさ。サッカーサッカーサッカー。うん、トムヤかっこいいけど無口。これ絶対両平さんでしょ。ずっとずっと。おい、バスケ俺だから船長じゃねえから、マジで。チンゴル。チンゴルって何？チンゴルはね、チンコでゴルフをするんだよ。あ、伝説のね、船長のね。船長のね、チンコパターンみたいな。俺ホールインワン2回で決めてっからね、チンコで。バイハハって誰や。それはちょっと詳しく聞いてみないと分かんねえな。みんな多分ね、船長の聞きたいと思うよ、そういうとこ。なんか、うん、暇だったから、うん、こう配信中に、うん、この、ま、ピンポン玉みたいなやつを、うん、カップの上に置いて、うん、で向こうに、ま、遠いところに、ま、カップを置いて、チンコでパンってやったらスパーンって入って、それを遊んでた。暇で配信してたの、それを。そうそうそう。でもさぞいいおちんちんお持ちなんでしょうね。いやー、でもね、やっぱまあ椿の方が一番いいよな。まあ俺にかないやつはいないよ、ほんと。椿のチンコはほんとにいや、公共の場にね、チンコを出すときってやっぱ最初縮こまってない？強制。いやー、でも大体こうやって、まあ、確かにね、座ってるとね、うん、もうちょっと熱いからデレンとしてるよね。デレンでもナチュラルに出すのって結構恥ずかしくないですか？もう勢いだよね。そうだね、うん、俺引っ張らないとちょっとダメかも。そう、一回さギュッてして、うん、そうだね、ギュッてしてくるくるくるってして生えてきたみたいな。うん、なんかちょっと刺激が欲しいよね。そうそう、それがないとニョッキニョッキ。あーい、グイ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 、よし、来い。うん、もう酒がなくなっちゃったよ。これ投げるよ。トロメコか、氷入ってるから全然飲めなかった。金玉は別に好きじゃないよ。ロマンス的品のお店。いや、そうではないですよ。で、そんなこともない、まあ、たまたま僕らがちょっと下ネタを話してるだけで。そうですね。そうそう、みんながみんな下ネタ得意か。まあ、ま、この時間からテンション上げて話す結構しんどいよね。それね、うん、今日は下品メンバー。そうだね、ふざけんなよ。そうでもないかな。今日は下品メンバーってなんやねん。金玉好きじゃねえから何回も送ってくんなよ。クルジョチス。チス。
長いね結構ねこれね長いね、うん、ワインボトルに突っ込んでただろお前って言われてるけどもうへばっちゃったよもうチンチン出すしかねえなこれすごいのが来てる、うん、嫌いなキャストはって来てるよ俺椿俺はね嫌いなキャストはな良平かな、うん、俺内勤さんの良平かな内勤だね嫌いだわズッチーなお前あズッチーなお前それほんとこれでもしおい何やってんトムもし良平さん帰ってなかったらどうすんのあもう良平さん後であすいませんでしたっす帰とか言えって言ってたんです言ってないいやまあねまあそういうこともあるかもしれないけれども、うん、じゃああと何分だ今日あんまりちょっと寝てないからお腹すいちゃったあと何分ワッチ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 黄色い文字が良平さんみんな文字の色が違うんだこれ多分ね画面だと違うと思うこれだと立っただけだけどポンタさん好きだようん好き好きうんそうやって上に上がろうとしてる下新人でーすセンさんに会いに行くために貯金してます本当かなこれねえいくら貯金するんだよお前、ね、月いくらって決めてんのかカレトに会いに行くのだったら月200万ぐらいでしょいや俺ね結構前に半年前ぐらいかなにその、まあ、LINE した女が、うん、いやマジでこう3ヶ月後に飾り入れに行きますって、うんうんまあ、ずっと連絡取ってたわけ、うん、で3ヶ月後に東京来ましたっつって、うん、おマジかみたいなお約束守るタイプかと思って、うんうん、でじゃあ今日いくらぶっぱするのって言ったら私今日3万しかないんですけどって言われたのなるほど結構やばいねあれだろ月々1000円ぐらいの月でしょいやなんかね俺なんかいつもだったらなんか別に3万でもいいですかって言ったら全然いいわありがとうって言うのになんかその時切れちゃったんだよいや俺らも切れるねそれはいや3ヶ月待ってさ、うんうん、3万円だって月々一応高校生でも貯金できるわまあな船長とトメだってそうかもしれないけど俺だったら3万でも嬉しいからね大事にするから、はいはいはい、僕も3万でいいんで今日本当に今日も待ってくださいちょっと足休みなんでいやいやいや月3万でまだ半年ぐらいしか経ってないですかこれから5万にしろねそうだ ね5万にしろうーんカード持ってけばいいねそうだねでもみんなカード持ってる持ってる人と持ってないカードで借金でさちょっと高級ボトル下ろしに来てよリボ払いねねえちょっと新人をナンバーワンにするゲームみたいなねみんなでねでも多分そういう人たちが持ってるカード大体30万ぐらいしか使えないからねいやでもそういう人たちがみんな来てくれればさありがたい3万円でもありがたいよ俺はいや俺はありがたいよおなんでみんなちょっと交換投げに行ってんだでもねちゃんとねカード自分名義のやつ持ってきてねそうだねちょっとねトラブルがめんどくさいから、ね、最終日結局落とせませんみたいな感じになる時あるから僕丸にある、うん結局足りるのかなって手数料分かんないな手数料かかんないよ手数料業界の線にはしてないよ別に売れてないのな飲食店でさなんかカード払いで 10% 店舗引きますねとか 5% 引きますねとか言ってるとこあるけどあれダメだからねルール違反だからうーん業界のせいだわそう業界のせいだからねあれはよいしょ桁落ちちゃった椿名義ってやばくないカードって払わねえよ別にふざけんなよかわいい子だよ今売ってたのは本当に全然払うマジでルール違反っていうかそのテンパーとか結構どこでもやってるけど確かあれダメなんだよねバサではバサ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 もう賭けした瞬間からずっと疑ってっからだわあのこと俺マジで俺はこいついつになったらみたいな思って俺はそんなことしません出たー取りかけとか怖いからさせませんうるせえよ無理はさせませんうるせえよでも今日いくら使えるって、ね、言っといてくれたらねそれに合わせたら例えばじゃあ今日10万しか持ってきてないよとやったらちゃんと11万で会計出すから俺間違いないからまあねうん1万円のかけしで最後あれでしょ大丈夫なのごめんな無理させてみたいな感じでしょでその後アフターの時にやましてないでしょ俺が出してあげるからって好感度アピールしとくからわすごいね俺そういうのやってないわええー、そういうのやってないわどうなになに飲みたい分だけ使ってください椿さん泡しか飲まないのちょっと勢い余っちゃったよねちょっと食べてっけどいつも何考えて生きてるのすごいテーマお母さんからお母さんから母から来てるよお母さん見てますかたまには連絡しなさいって福島のお母さん見てますか福島なの
神奈川です。これ見ない方が良かったって書いてある。え？だね、やっぱ、僕はしか、あれなんですけど、いつも通りなんですけど、うん、あれ、ね、今日ゲスト一人だよね、トモヤくん。あ、トモヤくんだけですゲスト今日。お前ふざけんなよ、ベストマッチ。ほんと妖怪のせいにしないでください。俺妖怪じゃない。お前妖怪ウォッチつけないと見れない場合じゃねえから、マジで。つけてないのかな、多分妖怪ウォッチつけてないね、あの子はね。もう、うん、ダメだ、ほんと。みんな週何日出てるの？俺はフル出勤ですね。俺はフル出勤ですね。まあ、僕いつでも前に来れますよ、僕に。ちょいちょいフル出勤ですね。飲み線。すっげえ、なんかみんな、うん、ヘルプ要員、空城、太郎、お前スタンド何？何これ？やっと拾ってもらったよ、それ。うん。気づくのせいは空城だよ、マジで。嬉しいよ、ほんと。やっと気づいてもらえた。ともやくん、ジパニャンみたいで、ジパニャンって何？あれ？ジパニャン？ジパニャンはあれだよ。いけ！百裂肉球！ゲゲゲゲゲポキって折れちゃうから。いや、弱いの？うん、弱い。ふざけんじゃねえよ。弱いよ、マジ。何が強いんだっけ？武士ニャンだっけ？何だっけ？何ニャン？なんかあったね、ダイヤニャン。あれでしょ？レジェンドニャンコでしょ、そう。ヨカボッチ。見てないです。トモヤくん最後までハイとハト取らないで。すごいね、ずっとやってるんですよ。むしろこんな被ってて今取ったら結構悲惨なことになってっからね。両ペ毎月出勤帰れるね。いや、そういうわけではないんですけど、何を隠そう。あ、1分前東。あ、もう終了まで。うん、終了まで。お、早くない？ LINE 送ってね、飲み来てください、うん、無理しないでね、みんなのペースでいいから、うん、飲みに来て、飲みに来てください、会いに来てください。今日楽しかったけどコメント数少なかったな。だからみんな見てねえのかよ。ほんと面白い。ハゲてねえよ。あ、パッとかぶってるけどハゲてねえよ。8000円じゃ飲みこれねえな。ちょんまぎ雄大じゃねえわ。おいでー、ジョセさんも見てるって。師匠じゃあね、うん、バイバイ。あれやんじゃない？求人の。求人だ。求人だ、求人。やべえ、求人忘れてた。やべえ、あと10秒。ほら、ほら、ほら。求人。求人。ほら、ロマンス入ってこい。ロマンス入ってこい。入ってこい。入ってこい。待ってる、待ってる。働くぞ。かっこいいだけな。うん、かっこいい人な。イケメン来て。ふぅー。怒られるかな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。